動画を撮りたいんですけれども、はい、教えてくださいもしよかったらあのマスターの僕で一人いるんですけど、あのこっちの方もベトナムの方多いんですか？ベトナムのね、日本語学校の生徒さん、日本語学校はすぐにあるんで、はいはい、多いですよ。じゃあ豚肉ですね。はい、ありがとうございます。美味しいこと作ってください。実食。いただきます。いただきます。いただきます。はい、まあ、誰か良かったか、うん、食べました。もう美味しいですか？うん、結構ここは東京から移住される方がよく利用する、うん、みんなで糸島盛り上げていこうみたいな、結構ここの集まってくるメンバーはそういう人が多いですよね。移住組が結構多いんでね、そういうことの結構話し合ってる、面白いですよ。やっぱりこう伸びるにはそれなりの努力がされてるんだな。多分糸島っていうものことが今ちょっとブランド化されてるんで、東京でもね、糸島野菜とか結構宣伝してるじゃないですか。そういうこともあるから結構若者が憧れては来るみたいな。僕ら東京からの移住組から見たら糸島って結構プチ鎌倉って感じがするんですよ。あ、確かに ね、あの江ノ島からね、鎌倉に、はいはい、あの辺に行って結構ね、若者がサーフィンやってたり、ちょっとしたこじゃれたレストランがあったり、ね、しますから。だから本当にちょっと鎌倉を見るよ。で、海も綺麗じゃないですか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあタイの、ね、焼き鳥のガイアンが、ありがとうございます。これもやっぱりタレつけてください。ハイフォーってどういう意味なんですか？ハイフォーは僕が作った造語じゃないんですけど、もちろんあの白雪姫のハイフォーハイフォーって、はいはい、あれは、仕事がさあ仕事が終わりだ終わりだっていう意味らしいんですよね。それとあとハノイのハイと、ホーチミンのホーと英語のハイを書く、まあ書く造語で造語っていう。へえ、なるほど。ちょこちょこ心で発信できるといいなと思ってるんですけどね。ぜひよかったら仲間に入ってください。はい、とりあえずあのごちそうさま僕取っておきます、ね、完食。続きはウェブでね、はい、また来ます。どうもごちそうさま。チャンネル登録よろしくお願いします。元々かな、はい、お願いします。